はい。もっとやっちゃっていいです。もっとやっちゃっていい。やっぱり、もっやっとやっぱちゃっていい。り、もっとやっちゃっもっとていい。やっちゃっていい。なんか冷静なんだよな。このほのぼののシーンで、そこそこ大事なことを言って、結構この日常シーンって情報量多いんですよ、実は。なんで、これを、バぶっーンたぎっちゃっつって、そう。この流れをぶった切るっていうと、そう、結構な感じなんですよ。った。オッケーです。キーワードをぶち壊してください。テーマソングだってもうどうでもよくなるぐらいやっててください。あとアップっつって。結婚式に割り込んできて、ちょっと待ったぐらいの感じです。あれです。やっちゃっていいです。なるほど、なるどほど。うして、いらっしゃいとか、どうしてここにとか、どうでもいいんだよっていう、大河的には。はい。キャストさん準備いいですか？はい。はい、いきます。3、2、1。どんな歌にするの？俺たちボイスマンとしての決意と、オーバーラップの夢を表すんだ。落ちたかな？かな？く、左。くらぐーん。左さん。落ちたね。パソコンが、パソコンがあれして。痛い。ちゃう。すいません。セリフ言ったつもりだったんですけど。あ、じゃあ、飛んじゃったね。入ってなかった。マイク、飛んでなかっごめんた。なさい、ごめんなさい。なんか、真央ちゃんと、まさとさんと、未来君が飛びがちかな。私も？僕もですか？まさとさんもちょっと飛ぶね。結構結構、最初が飛んだりすることが結構多いかな。ふふーの部分、ちゃんと聞あ、じゃあ、ノイこキえャてンる。かもしんない。ちょっと待って。目を覚ましたんだ。父さんが？はい、ありがとうございます。てっちゃん、いいです。それです。ありがとうごタイざいます。ガー！タイガー！それだ！最高だ！おそらく、マオトたちの奏でた音楽への愛や思い、強い思いに、チェンジャーが反応したんだろう。さあ、着いたぞ。ここがメロディアンの集落だ。絶メロディの襲撃から復興の途中だが。レギオス様はこちらだ。すいません！ありがとうございます。大丈夫大丈夫どこかんだ大丈夫どこかんだ S が出てこなかった。大丈夫。ショウさんがちょくちょく鼻で笑ってるのがすごい傷つく。違う。てっちゃんが途中からなんか焦ってるのすごいわかるなと思って。仲良しめ。いいぞいいぞ、仲良くしてけ。いきますよ。さあ。そう。あ、おう。アイス、気が合うね。気が合うね。い、仲良くしてけ。仲良くしてけ。いくよ。いくよ。あ、キュー入れます。キュー入れます。さあ、兄弟、いきますよ、兄弟。初共演ですね。そうですね、おめでとうございます。そうですね、すいません、ちょっと、いや、はい、頑張ります。ミラー君、大丈夫だから、行くよ。はい、気合入れろ、気合入れろ、行くぞ、大丈夫だよ。準備いいですか？はい、大丈夫です。キュー入れます。3、2、1。で、ザリア、今日はどうすんだ？兄さん、今日は偵察よ。私たちは一番なんだから。お前が他人から勉強しようなんて珍しい。違うわよ。確実に勝つ方法を考えてるの。この前だってもう少しで勝てたんだ。へえへえ。じゃあ、始めようぜ。100点！ 100 点！ 2人とも100点！ありがとう！お二方、準備いいですか？ Are you ready？ パパレディ？パパ！れ、りょうくん落ちたか？
れ落ちたね。りょうくん、パパママどこ、迷子迷子、ピンポンパンポーン、迷子のお知らせです。りょうさん、りょうさんいらっしゃいましたら、座組の皆さんがお探しですので稽古部屋までご連絡ください。ピンポンパンポーン、りょうくん、ダメだ、これは違う世界線に行っている。困ったぞ、困ったぞ。ありがとう、まだ起きていないようだ。あ、待って、ミュートになった。なんかあったかな、大丈夫。あ、すいません、なんか一回音飛んじゃったんで入り直しました。オーケー、おかえり、申し訳ないです。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。どっから行こうかな。レギオス様、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 はい、ね、良いんですよ、良いんですよ、その王様感で。もう一個王様感をプラスしたいんすよ。王様感を、王様感をプラスするために、はい、傾向として語尾が軽めなんですよ、レギオス様の。後半の脚本読んだ方分かりますか。ここで渡されているのは誰のボイシーチェンジャーでしょうか。誰のだ。ねえ兄弟、ねえ兄弟、さくらちゃん、ゆうです、ゆうです、ゆうのです。ユウのことですよ。ユウとブラザーのやつですよ。誰のなんだ。だから言った、今言った答え言った。オッケー。これ大事ですよ。ここのシーン大事ですよ。これ後への伏線ですからね。さあ見せてもらうわよ。オッケー。何言ったんだ。オッケーです、オッケーです。ありがとうございます。最後最高でした。ザリアちゃん、ねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、みんな、ちょっと待って、ちょっと待って、みんなさ、ザリアちゃん、すごくない、え、すごくない、え、すごくない、え、すごくない、この、すごくない、え、すごくいいよ。ほらザ、語彙力、語彙力。大好きです。好きです、好きです、好きです。ありがとうございます。拾ってきて。本当にね、目覚ましいですよ、素晴らしいですよ。テテさんの伸びしろがもうやばすぎる。すごいね、これはすごいよ、それですよ。おい、アトラス、早く。今行く。オッケー、オッケー。今行く、今行く、今行く、難しいね。今行く、今行く。ちょっと張るんだよ、でも珍しくちょっと張るんだよ、遠いから、単純に遠いから、うん、そうなんですよね、うん、なんでテンションそのままで、あ、そうそうそう、今行く、今行くってちょっと試しにさ、ごめん、短め大きめで今行くって一回言ってもらっていい？ちょっと大きめ、今行く、もうちょい控え、怒っちゃう、怒んない。いつものクールなアドラスくんのまま短め大きめで、今行く、それ今行く、分かった、クーで下げるからいけないんだ、クーの語尾が上げる、上げるだと思います。今行く、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 あ、そう、それ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 、今ね、それ今のよかった。さあ覚悟してよね、説明者たち。ごめんなさい、ドンマオ、ドンマオ、ドンマオちゃん、ごめんなさい、ドン
まおちゃん。大丈夫だよ、まおちゃんのそういうとこ好きだよ。噛んでけ、みんな噛んでけ、可愛いから噛んでけ。言っていただくと、ヨロピーポー。今度は勝つわよ。今度ちょっとなんだろう、下から上を見上げる感じ。今度は勝つわよ。今度は勝つわよ。ここそうそう、それ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 、今の覚えといて、今の覚えといて、すごくいい、すごくいい。今度は勝ってください。勝っちゃダメなんだけど、それいいです。ダメなんですね。最高です。そう、あのね、ちょっとあのね、ちょっとごめん、稽古前にさ、稽古前に一個違う話してもいい？あのね、全然雑談なんだけど、この間、ノート1の音声を編集してたの。したら、やっぱりみんなちょいちょいノイズは乗るんだけど、翔ちゃんのセリフのノイズになんか鳥の声が入ってて、でも鳥じゃないっていうの。夜中に撮ってるから、鳥じゃないって。で、ほら、あの時、ガオモミさんがサポートしてくれてたから、ちょっと、何のノイズか聞きたいから、そこだけ抽出して送ってくれるって言って送ったら、まあまあピヨピヨで笑ったって言ってて。セリフのね、最初のセリフの、まあまあ元気出しなってっていうのがあったと思うんだけど、あそこで、まあまあピヨピヨって入ってて、消しましたけど、すごい面白かった。おー、すごい。まあまあピヨピヨ。面白い。ピヨピヨは俺自身どれなのかよくわかんないんだよね。モニターヘッドホンで聞くとね、聞こえるんだ。